はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、伊藤ちゃんです。今回はですね、38度という、熱を出してしまいまして、僕、平熱が 36.6 とか、だなんですけども、8.3 とか出てしまいまして、まあもうしょうがないかな、ということで寝てたんですけども、なんかふとゲームやったらどうなのかな、みたいな、いうことで、まあちょっとゲームをやろうかな、と思いました。はい。というわけで、病人がアバをやったらどうなるか、ちょっと、やっていきましょう。はい、それではこちらでやっていきたいと思います。風に、てか38度もあったからゲームやんないよって話なんですけど、なんか寝てたらふと、今の状態でゲームやったらどうなっちゃうんだろうなみたいな、そんな衝動に駆られまして、ちょっと重い体を、持っていこうかなと思います。今回武器は最強武器に頼ります。まあ、最強武器の方が分かりやすいかなと。まあ、強い武器なのに、やられちゃうか、みたいなね。なので、分かりやすいかなと思って、こちらにしてます。いっぱい敵が入ってきましたね。おっと、危ない。なんか。いっぱいリロードしていこう。正直ね、自分でもね、このゲームをやってる自分がね、頭おかしいなとは思うんですよ。ここ最近ね、季節の変わり目でもうね、寒さが続き、体がね、もう対応しきれなくて、おそらく風邪を出してたのかなと思うんですけども、先週くらいからね、体調悪いなって思い始めて、なぜか知らないけど、なんかもう野菜生活とかをめっちゃ飲むようになって、なんかそういうのもあったのかなと思います。なんかいきなりこう野菜、こう毎日炭酸を飲んでたんですけども、なんか唐突にこう、野菜取らなきゃみたいな体になって、で、毎日毎朝ヨーグルトをこう食べるというの、乳酸菌を体に入れるというね。なんか打たれた。今までの僕を考えたら、まあ、ちょっと信じられないような食生活になりまして、僕食生活クソで、ちょっと自分で自負してたんですけど、クソみたいな食生活代表みたいなところあったんですけども、まさかのまさかでここまで、ね、改善するとは思いませんでした。これを機にね、毎日野菜生活、コップ180リットル飲んで、元気な体をね、取り戻そうかなと思うわけですけども、やっぱね、ウルトラという最強の武器を使ってるおかげでね、なんとかこう戦っていますけども、正直いつもより敵が速く感じます。少しなんか あれみたいな、なんか速いぞみたいな、そんな感じがします。あとはちょっと発見が遅れるね。画面の真ん中しか見えてないって言った方がいいのかな。悪いことじゃないんだけども、画面の真ん中を見るって。悪いことじゃないんだけども、なんかもっとこう視野を広く見れると思うんですけども。ウルトラがね、強い。こちらにフルオートで打ってますよ、今ある。あとあれ見ました？総選挙ボックス、私見たんですけども。なんか、総選挙ボックス、あまり良くない武器ばっかりでしたね、メインが。あれでメインかーなって、ちょっと思っちゃった。行け。あ、負けた。ちょっと爆破でね、集中力切らさずに頑張りましょう。はい、こちらの方でやっていきましょう。爆破です。音を開けてなかったよ。まあね、爆破なんで、はい、いつも通りやれば、まあ、SD 割らないっしょぐらいの勢いでやっていきましょう。多分ね、手榴弾、手榴弾を使うぞ。
いるんですけどね。前方に敵だ。敵発見。どうしたどうしたどうした。敵を倒した。取りたかったんだろうなこれな多分。あ、違う違う違う、これ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 、リロード中だ。あ、じゃあ、FR が欲しかったの。何が欲しかったそれ。注目はこれじゃないの。これ DSR が欲しかった。これじゃないの欲しかった。だってこれすごくない。使ってみよう。なんかもう持ってる武器は大丈夫かって感じだけど俺ら二人。目標地点の偵察を要請する。いや、ちょっと変ですよ。嘘でしょ、だって見ないもん。そりゃできん。もう蜂は渡さすぎてすごいんだけど。こんな蜂合わないことある。いけ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 、つこえつこえ。よし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 。爆弾発見。あ、何本当たったんだろうな。あれ借り物、借り物のこれだけどね。これとこれ、あ、全然集団違うね。腕4発でこれ。マジでそんなことなの。まあ、そんなことか。なんかでも当てづらかったな。オーバーウッドとかのやりやすいよ、ね、オーバーウッド。ああ、また同じところ行っちゃった。マリアね、違うとこ行っちゃった。おーおー、味方が詰めてる詰めてる。とんでもねえ、助けてあげたい。行くぞー、任せろー。手榴弾攻撃。投入。お決めきたような偵察。おお、なんか鬼のように詰めてる。さあ手前にもいるわすよ。死にそう。あ、知らなかった。行かなきゃね、負けるんですよ、これ。え？固まってたけど、今。固まってたけど、今。何があった、今。落ちたっちゃうね。なぜに棒立ち、一同騒然だよ、これは。この制御、最後の引き金を。手榴弾を使うぞ。何があった、落ちた。敵だ。落ちた、落ちたと思ったけど、まだ。頭ですね、あれ押されて。手榴弾を使うぞ。危ない、死んだと思った。味方が犠牲になってしまったか。来てくれたおかげで、生き残った。大丈夫か。再装機発見。敵をやった。あそこにもいるのか。リロード中だ。やられそう。敵発見。再装艇。おお、もう、破砕両サイドかな。敵はこれ。大丈夫か、頭ぶち壊れたぞ。敵だ。敵を倒した。やべ、乗っちゃった、変なのに。ラストが分からません。ウルトラ強え。
すまん。マガジンチェンジ。グレ食らってたかな、もしかしたら。飛びはしないんだけどね。全然飛びはしないんだけども。めっちゃちょっと怖い方向です。敵の主流。ちょっと怖かった。ちょっと怖かったね。帰りましょう。あれ？ちょっとやばいよ。いろいろまずいじゃないですか。どこ守ったらいいんだ。やばいですね。これ積んだってやつじゃね。手榴弾を使うぞ。うー、危ない。うわー、避けたと思ったんだけどな、今。爆弾が設置された。すまん、すまんねえんだ。なんかスナイパーがだいぶ減ったんじゃないか、最初と比べたら。ういぽ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 いっすね、ぽいぽい。あ、スナイパーやろう、スナイパー。いってー、痛いんこねー。敵の主流前方に主流が敵の主流だ。おおおお、敵を発見した。おお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 お、当てた。当てるだけ当てる。おー、厳しいっすね。これ投げて放置でいいんじゃね。これ投げて放置。逃げろ逃げろ。こっちを突破しろ。やばそう。やばそう。だって自立で。自立にいる子がいる。ちょっと自立何してんのこれ。よし、こいつを盾にしよう。再装填。それはできない。叫んな、お前立てるでしょ、通ったに。今向かっている。作戦は失敗だ。立てにして。餌にしようと、リロード中だ。餌にしようと思ったの。チキショー、このクソみたいな月水考えをね、した結果、ぶっ殺されるっていう。まあ、悪いことはいけないよってことだよ。頭いられた。うわ、外した。さあ、やたらと。身が忘れられてますね。まずいですよ。まずいですよ。まずいですよ。お寿司ですよ。俺が元気なうちに。目標地点への偵察任務を要請する。終了。到底。終了。到底。これはこれで怖い。終了。当てたんだけどね。当てたんだけどね。了解。敵が背後から迫っている。
最上階手榴弾。そうマジや、これ了解、謝っとこう。手榴弾投擲、目標地点への偵察支援を。やばい、あーやるか、こんなところで止まってたわ、面白くないしね。お、待って、やらかした。目標地点の偵察を要請する。うわぁ、もしもし、ちょっとあれね、敵の FB がちょうどぶっ殺す FB だった。あれはいろいろとあかん FB だった。移動の中だ。すまん、敵を発見した、今向かう。けぇ、手榴弾と敵だ。おぉ、ありがとう。目標地点への偵察支援を要請する。いいよ、あ、やべ、敵を発見した。前方に、うち逃げろ逃げろって感じだよ。逃げろ逃げろって、まあ、危なかったら逃げろって。手がちばっちり教わったもん。そうやって打ってたらなんか当たりそうじゃない、たまんない。当たりそうじゃない、普通にここだって。目標地点の偵察を要請する。さあ、じっちゃんとばっちゃんに、じっちゃんとばっちゃんのためにも俺は勝たないでまだある。さあ行くよ、了解、頑張るよ、みんな内側行くよ。ジャンプしよう、ジャンプ。え、いった。手榴弾、エネミーダウン、一緒に集中しよう。あ、うまいんだ、うまいんだ。うわぁ、なんで、おい、手榴弾投擲。やばい、手榴弾投擲。おお、負けてしまった。 AB 食らってないのか。頑張ってくれ、俺を削ってくれたら死んだ。どうした、どうした、どうしたのこれ。どういうこと。敵を倒した。どういうこと今の。はい、そんなわけで、まあ、熱が出ててもね、ある程度ね、その動き方がね、分かってれば、まあ、やれるよっていうことであったんだけどもね、やっぱりこう、風邪ひいてるときは安静にしておくのが、一番かなと、思います。まあ、ですね、皆さんもこの季節の変わり目というのはね、
非常にストレスもたまるし、イライラもするし、まあそして風邪もひきやすいとかね、体の免疫が弱ってる時期ではありますのでね、皆さんくれぐれもね、無茶をしないで、働きすぎないで、ちょっと無理こんず、こん詰めてね、受験生とかはね、こん詰めてここからやっていくよみたいなのもね、もう自分のペースに、もうペースを守ってしっかり健康とね、気を使いながらやっていきましょう。パフォーマンスを落としてしまったらやっぱ何の意味もないんでね、皆さんも頑張って、この冬乗り切りましょう。ちなみに僕風邪ひいてるけど冬は大好きです。ではでは、お疲れ様です。